ただいまの時刻は午前7時過ぎ。本日はとある列車に乗車するために金山駅に来ました。今回乗車するのは名鉄の新型車両である9500系。9501編成9502編成が12月1日から、9503編成9504編成が12月7日から営業運転を開始。本日は営業運転を開始したばかりの9504編成に乗車します。おはようございます。普通行きは金山駅始発の列車なのでこの駅で5分ほど停車します。金山駅停車中には1番線から1703編成が発車していきました。9500系ではドアチャイムの音が変更。鶴舞線 N3000 型の10編成名工と音が似ていると思います。また通勤列車としては初めて無料 Wi-Fi サービスが搭載されました。この列車には無料 Wi-Fi サービスの他にも、多言語に対応した車内案内表示器や防犯カメラが搭載されています。この号車が T 車だからなのかもしれませんが、走行音もとても静かですね。初めて乗車した時の第一印象は、ドアと乗務員扉がクリーム色に塗られているということでした。座席もケットも従来の通勤型車両と比べて違いは一目瞭然。8人掛けの座席はポールで3+2+3で仕切られています。首都圏を走る通勤列車に似ている気がします。列車は筑甲線との乗り換え駅である大江駅に到着。なんとこの列車、この駅で11分間も停車します。前面の見た目こそは3300系や3150系と違いますが、側面の見た目は結構似ていました。これは側面だけだと走行音の違いで見分けるしかなさそうですね。11分間の停車時間の間に、準急特急そしてニュースカイの3列車に追い越されました。ちなみに9500系が甲和線に入線するのは本日が初めてだったようです。9500系の特徴は何といってもこの LED ライト。従来車とは違った独特なデザインをしていてとっても明るいです。その反面暗い場所で写真を撮ると前照灯周辺が。9600号車のテールライトも撮影。前照灯と尾灯でどちらの方がより人気があるのか気になります。大駅停車中には入線してくる筑甲線の車両も撮影できました。9500系は全車4両に車椅子スペースが設置されています。そのうちの9550号車と9650号車には、車椅子スペースの隣に2人掛けのシートがありました。優先席の座席もケットの色は青色ではなく赤色。また床面も灰色ではなく赤色になっていて、他の座席との違いがはっきりとしています。列車は常滑線柴田駅を発車。9500系が今月から営業運転に入っている一方、2扉クロスシート車の5700系、5300系は廃車されていき、残る SR 車は2編成までにも減ってしまいました。11月2日土曜日からは9500系デビュー記念乗車券、ありがとう5700系、5300系記念乗車券が数量限定販売。新型車両9500系デビューの一方で、SR 車の引退も確実に近づいてきています。列車は天白川橋梁を通過。9500系前面窓の形状は、3300系や3150系と変わっていないっぽいですね。集落園駅に到着しこの駅では6分間の停車。3500系3150系急行内海行きと、1700系特急中部国際空港駅に追い越されました。せっかく9500系に乗車したので走行音を聞くために M 車に来ました。走行機器は東芝製ハイブリッド SICVVVF インバータ。M 車は9550号車、9600号車の2車両で、岐阜方面の列車は全面展望と走行音が楽しめそうです。
駅停車時の減速音は瀬戸線の4000系と似ている気がしました。辰巳ヶ丘駅で下車して発車シーンを撮影。晴れた日の日中などには沿線で撮影に出かけたいです。今回の動画の最後までのご視聴、ありがとうございました。